ブライアン・モルコは、イギリスのロックバンド、プラシーボのボーカリスト。フランスとイタリアにルーツを持つ、アメリカ人の父親とスコットランド人の母親のもとに、ベルギーで生まれ、幼少時を、スコットランド、リベリア、レバノン、ルクセンブルクで過ごした。銀行員の父親の仕事で転居が多く、常に孤独であったと話している。最終的に母親の出身地であるスコットランドの、 ダンディに転居。彼の最初の自己表現体験は、学校での演劇で役を演じたこと。彼の家庭はそういったアーティスティックな表現をすることに、難色を示していたにもかかわらず、マニキュア、口紅、アイライナーで、両性具有のイメージを身にまとい、パンクロックを聴くことで、それに反抗し、ルクセンブルクのアメリカンスクールに通った後は、ロンドンのゴールドスミス大学で演劇を専攻。 アメリカンスクールにはステファンも在籍していたが、友達関係ではなかった。ブライアンがロンドンに移ってから、ある日ロンドンの地下鉄サウスケンジントン駅で、ステファンと偶然出会い、当時すでにスティーブと組んでいたバンドのギグに招待する。その後ステファンの知り合いのロバートをドラムに迎えて、プラシーボとして、レコードデビュー。しかしブライアンは、ロバートとやたら折り合いが悪く、ツアーに出ても、 喧嘩ばかりでバンド崩壊の危機を迎える。最終的にロバートがバンドを離れ、ブライアンはすぐスティーブにバンドに加わるように要請する。その後シングル、ナンシー・ボーイのヒットで一躍メディアの注目を集め、ドラッグ・クレイズド、セックス・ドワーフなど様々な異名を取るようになる。98年にはグラムロックトリビュート映画、ベルベット・ゴールド・マインに出演し、 グラムロックバンドのメンバーを演じる。2年、ネジロであるロンドンで、フェティッシュナイトイントレビーノスを立ち上げ、DJ としても活動。また、アルパインスターズ、ディミトリタコボイ、ティモ・マースなど、ダンス、エレクトロニカ方面のアーティストと積極的にコラボレートしている。最近ではさらにその範囲を広げ、 ジェーン・ワーキンなどとのデュエットも、パートナーは、フォトグラファーのヘレナ・ベルク。5年、2人の間には、コーディーという男の子が誕生。ありがとうございます。